추억이 됐다 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 綺麗な海と自然に囲まれたチェジュ島に小さな食堂をオープンさせたのは、そう、人気番組審査勇気のメンバーたち。食べて寝てゲームをするだけだった彼らだが、今回は調理、ホールサービング、メニューの考案まで全て担当。お客さんよりたくさん食べる社長カンホドンと愉快な仲間たちによる食堂の奮闘記に乞うご期待。カモトンカースナースミナートンカース기다리세요。죽은 죽은 설레는 죽음. 덩크! 탄산음료 같은? 나의 삶의 활력소? 넌 새끼라고. 그래, 그런 거 아주 좋아. 어제와는 사뭇 다른 모습. What's your M? We make gay style. Mnet.